赤市市立天文科学館の一右のドームがプラネタリウム投影室赤市市立天文科学館は兵庫県赤市市にある日本標準寺死後線上に立つ地と宇宙をテーマとした博物館。1960年に開館。日本に現存する天文科学館の中では最初に竣工した館として知られている。一番館の玄関横を通る死後線上に牢獄が設置され、 また JSTM と表示された時計塔がある。この塔は統計135度の日本標準実施後線の直上に建設されており、日本標準実施後線を示す標柱の役割もある。1995年の阪神・淡路大震災では館が被害を受けたが、1998年3月15日に真相開館した。同年建設省が発表した。 公共建築100選の一つに選定されている。また2010年には開館50周年を迎え、同時に建物が国の登録有形文化財にも登録されている。プラネタリウムが特に有名であり、伝統的な手動操作の主投影機に各種補助投影機やスライドなどを組み合わせて、学芸員の肉声解説、穏やかな生声ナレーションによる生番組等を投影している。 このプラネタリウムについては、閉館後にプラネタリウムを借り切って、投影を行う権利が2018年より、明石市のふるさと納税の返礼品となっており、実際に投影も行われている。2020年2月25日、糖度計の寄贈者である、セイコーホールディングスが実施した、糖度計の大規模修繕工事が完了した。糖度計は、 初代が1960年の開館時に設置されたもので、2代目が1978年に設置されたが、1995年の阪神・淡路大震災で被災し、発生時刻の午前5時46分で止まったため、3代目が1997年に設置された。地上からの熱による揺らぎの影響をできる限り抑えるために、時計塔の最上階、 16階に作られた天体観測室には、合計40センチメートルの反射式、天体望遠鏡が設置され、月1回実施される天体観望会で公開されている。館の南側を JR 西日本山陽本線と山陽電鉄本線が通っており、これらの鉄道路線や車窓からもタワーがよく見えることから、明石市のランドマークにもなっている。 赤市市立天文科学館は1960年の時の記念日に開館した。毎年時の記念日には無料開放や四五線通過記念賞の配布が行われている。赤市立天文科学館には星の友の会がある。会員には館の情報誌や月ごとに変わるプラネタリウム番組を記載したパンフレットなどが送付される。 メールアドレスを登録すると頻度は少ないもののメールでもプラネタリウム番組などの情報が送られてくる。星の友の会の一部のメンバーで宇宙科学サークルや天体写真部などの活動を行っている。星の友の会にはボランティア活動もあったがコロナウイルスの影響で2020年3月頃から休止となっている。カールツイスイエナ製プラネタリウムユニバーサル23 産郵便番号673-0877兵庫県、明石市人丸町2番6号日本プラネタリウム、無学会が主催する、プラネタリウム実施中に睡眠可能なイベント。明石市立天文科学館では、自分の枕の持ち込みも可能で、一睡もしなかった人には、貫徹証明書、眠った人には、熟睡証明書が送られた。ありがとうございます。